どう？セオリー、もうみんなと馴染めた？よくわかんない。相変わらずクールやな。もうちょい笑顔で話ができんのかいな。ほら練習や。うちみたいにやってみ。無表情のままやで。ま、自然になるようになるんじゃない。あんま気にすんなよ。わかった。おい、泣くなよ。だって俺も一緒に探してやるから、もう泣くな。いいな。うん。ねえセオリー。何？あれどう思う？どうって？私たちは姉妹じゃない？ああいう助け合いも必要かなって。そう？別にそんなことないと思うけど。もうなんでそんなに淡白なのよ。可愛くない。別に可愛くなくてもいいよ。いい加減にしろよ。もう知らないぞ。見てくるね。放っておけばいいよ。そうはいかない。私はお姉ちゃんなんだもん。年下の面倒はしっかり見ないとね。俺たちも行ってみようか。仕方ない。あの、この子たちのお父さんですか？ああ、そうだが。なんだ、俺の息子たちがまたなんか迷惑をかけちまった。艦隊のブレードが二人。何のつもりだ。俺の子供に何をする気だよ。大丈夫なんか？話聞いてもらえる雰囲気やないで。ミクマリ、出直した方がいいんじゃないか？絶対大丈夫。ちゃちゃっと話をするだけなんだから。あの、聞いてください。私たちは昔のことを謝りたいと思って。誰か来てくれ。子供たちが殺される。ちょっと待って、私たちは何もしてない。それじゃ近寄るな。子供に手出しはさせないぞ。いい加減にして。これ以上騒ぐなら容赦しない。やめてセオリー。この人は怖がってるだけなんだよ。でも。いいから私に任せて。話を聞いてください。私たちは危害を加えるつもりは。魚ブレイドたち、そのまま動くな。よろしくない事態だぞレックス。わかってる。助かった。早くあのブレイドを捕まえてくれ。間違いないぞ。こいつらコアクリスタル狩りだ。こんな場所にまで現れるとはな。待ってくれ、わいらはそんな連中やないで。眼帯がもう一人いるぞ。三人組になったのか？違うっちゅうねん。私たちはそこの人に話をしに来ただけだから。黙れ盗人どもが。ちょうどいい。お前らを捕まえて賞金をたんまり稼がせてもらうぜ。どうするの、ミクマリ。こいつら戦う気だよ。でも。ミクマリ、セオリ、このままじゃ話を聞いてもらえない。この者たちには悪いが、少しおとなしくしてもらう必要がありそうだな。二人ともできるか？うん、分かった。いい、イセオリ、動けなくするだけだからね。私たちが前とは違うってところビシッと見せないと。うん、任せ。
ええ笑顔やね。え、できるやんか。セオリも笑えるんや。私笑ってた。二人ともあんなに頑張ったんや、そりゃ自然と笑顔にもなるやろ。ほら、セオリもミクマリのところに行ってこいよ。いいよ別に。なんでさ、セオリも頑張ったんだから一緒に楽しんできなよ。私は何もしてない、全部ミクマリの努力の結果だよ。ミクマリの諦めない気持ちが町のみんなを笑顔にしたんだ。いや、二人のおかげだろ。そうだな、ミクマリはセオリがいるからこそ諦めなかったんだと思う。そして君たち姉妹の頑張りがあったからこそ町の人を笑顔にできたんだ。兄弟や姉妹というのは互いを認め補う、そういう存在だよ。私たち二人で。セオリー、こっちにおいでよ。みんな一緒に遊んでほしいって。私がいないとお姉ちゃんはすぐ寂しがるんだから。何よそれ、別に私は一人でも。え、今お姉ちゃんって言った？言ってない。嘘、絶対に言った。言ってない。ねえ早く行こうよ、みんな先に始めちゃうよ。そうそう、